第5回のダンサーズ食事会議のプログラムを開催いたします。皆さんおはようございます。普段の遊びといえば、子供たちでお家の中で遊ぶことが多いかなと思います。コロナのこととか、ゲームのこととか、お家で遊ぶことが多いと思うんですけども、ここでは子供たちにずっと遊ぶことを楽しみながらやということで、人が変わるものに体とか体の楽しさを覚えてくれたら取り入れています。ぜひお子さんたちね、体を南丹市スポーツ少年団の本部長をしています中村博代です。私たちは子どもたちが楽しみながら積極的に体を動かせる機会の提供といたしまして、令和元年度よりアクティブチャイルドプログラム実施に取り組んでいます。アクティブチャイルドプログラムとは、日本スポーツ協会が開発した子どもが発達段階に応じて身につけておくことが望ましい動きを習得する運動プログラムです。神経系機能の発達が著しい幼児期、児童期は動きの獲得やその質の向上に最も適した時期です。したがってこの時期に多様な動きを経験し、さまざまな基礎的動きを身につけることが重要となっております。大きい運動とかさせてもらえたのは非常にいい経験になったと思います。基礎体力をつけたり、楽しさが子どもたちに伝わればいいなと思います。なんか人が多いやん、それでクーキットとかなんかボールのやつとかはそういう系が好きだった。また来年も来てくれますか。はい、ありがとうございます。この授業では風船遊びや新聞投げ、サーキット走などのたくさんの運動遊びを用意しております。ぜひ皆さんもお気に入りの遊びを見つけて参加してください。お願いします。